アルフォンソ8世、アルフォンソ8世、アルフォンソ8、1155年11月11日から1214年10月5日には、カスティーリア王、在位、1158年から1214年、後期王、エルデラス・ナバスと呼ばれる。父は、三女三世、母は、ナバラ王がルシア6世の娘ブランカ。ヒスパニア皇帝を称したカスティーリア王ンレオン王、 アルフォンソ7世の孫。幼少で即位したため、地政前半は内紛に苦しめられ、イスラム教に対するレコンキスタ、領土回復運動も、ムワヒド町にアラルコスの戦いで大敗して停滞、イベリア半島諸国を敵に回し絶対絶命の危機に陥るが、地政後半は外交で挽回して、キリスト教諸国と関係を修復、ラスナバスデトロサの戦いで、 ムワヒド町に勝利して、雪辱を果たし、レコンキスタを大きく前進させた。1157年に死んだ祖父の後を継いだ父が、翌1158年に急死、母もすでに1156年に亡くしている中、幼少で即位したアルフォンソ8世の殺傷に任命された有力貴族のララ家とカストロ家が争い、その隙に親戚の外国もカスティーレへ攻め込んできた。 アルフォンソ八世の母方のおじで、父方のおばさん茶の夫でもある、ナバラオサンチョ六世と、父方のおじのレオン王フェルナンド二世がカスイリアへ、進行、レオン軍がトレドブルゴスを攻撃、ナバラがラリオハ派を占領、東西から挟み撃ちにされたアルフォンソ八世は、ララケに連れられて、ブルゴスから南のアビラへ逃れた。ナイフンは、ララケがカストロケを追放。 1169年に成人式を迎えたアルフォンソ八世が翌1170年に申請を宣言、同年に父方のおば三茶、同盟の三茶のイボ妹をお妻としているアラゴン王アルフォンソ二世と同盟関係を結び、イングランドからレオノールを王妃に迎えることで、その窮地を脱した。ナバラへの報復として1173年にナバラへ進行。 イングランドの仲裁で有利な講和を結び、カステーラを建て直した。この間、南のアンダルシアから、ムワヒヒド町が北上してきたが、ムスリムでありながら反ムワヒヒド町のバレンシア王権、ムルシア王、通称ローボ王が、その攻撃を防いでくれた。大派、イスラム教国の一つである両国の君主、マルダニー氏は1159年に、アルフォンソ8世に、侵入。 1172年に亡くなるまで、ムワヒヒド町と戦った。また、アルフォンソ8世は、辺境地域においた、騎士団に、領地や特権を与えて、単イスラム教徒の防衛戦都市、サンティアゴ騎士団を、トレド近郊に、カラトラバ騎士団をトレドから、南のグアディアナ川流の都市カラトラバアラリコスに、配置して、トレドへの侵入路を監視させた。騎士団は後に防衛任務だけでなく、 イスラム教からの領土征服にも取り組み、手に入れた土地の植民や整備などで、キリスト教の領土拡大に功績を上げることになるが、当面は、ムワヒド町からの防衛に費やした。地政公半は、ムワヒド町に対するレコンキスタに、尽力、1171年に、ムワヒド町、アミール・ユース・フ一世が、東の上手を包囲すると救援のためトレドで軍を、徴集した。 この時は悪天候で、戦意喪失したムワヒド町が撤退して、戦闘は起こらなかったが、あちこちで領土の奪い合いが頻発するようになり、1176年のムワヒド町の遠征で、キリスト教勢力はトレドを中とする、他保川流域まで後退した。1177年1月、アルフォンソ8世は東へ進軍して、クエンカを包囲、9月に陥落させた。 方位中の6月に、アラゴン・レオンと、単イスラム協定を結び、落とした後のクエンカに、フェロ、監修法を与えて、自都市に指定、サンティアゴからトラバー騎士団にクエンカ近くの領土を、与えて、さらなる拡張を任せた。特に、アラゴンとは結びつきを、強化、1179年ので、征服地の取り決めがなされ、カスティーリャは、西のムルシア、アラゴンは、東のバレンシアを得ることに合意。 将来の国境線を定めた。カソーラ条約締結後は、さらに大胆な行動を取るようになり、1182年は、祖父に習い南下して、アンダルシアで、略奪遠征を観光、コルドバグラナダマラガールヘシラスなどを襲撃した。見るべき成果はなかったが、1185年には、カスティーリから追放されていたカストロケノが基準、彼が差し出したモンタンチェストルヒーリョモンフラグエを、 カスティーリア領に加えたことより西へ大きく拡張、プラセンシアを建設、植民させ、支配地域の浸透を図った。翌1189年に再度アンダルシアへ略奪遠征を行い、カスティーリアの戦意は増した。だが、一方、1188年にフェルナンド2世が亡くなり、後を継いだ息子で重帝のレオン王アルフォンソ9世に侵入を敷いたことで強い恨みを買い、 アラゴン王アルフォンソ二世にも背かれ、1191年にナバラ王三朝六世ポルトガル王三主一世、アラゴンレオンが反カスティーリャ同盟を結びカスティーリャは孤立した。アルフォンソ八世はこうした事態から脱却を図り、翌1192年にいがみ合うキリスト教国の仲裁に乗り出したローマ教皇ケレスティヌス三世の提案を受け入れアラゴンレオンとは僕、 同年から1194年にかけて3度目のアンダルシア略奪遠征を実行したが、それはムワヒド町の警戒心を引き起こした。1195年、ムワヒド町、アミールやアクーブ、マンスール、ユース・フイ世セイの子がアフリカからイベリア半島に上陸、北上してカスティーリアへ接近していった。アルフォンソ八世は軍を率いてムワヒド町と戦ったが、 マンスールの前にアラルコスの戦いで大敗してしまった。アラルコスはムワヒヒド町に降伏、アルフォンソ8世と対立していたペドロフルナンデスで、カストロもムワヒヒド町へ寝返り、モンタンチェストルヒーリョプラセンシアがムワヒヒド町に奪われ、西部を占拠、カラトラワーも奪われるありさまだった。カスティーリアの偉人は失遂、それにつけ込んだ。 レオンナバラが、ムワヒド長と同盟を結び反旗を翻し、アルフォンソ八世は再び周囲を敵に回す危機を迎えた。レオン王アルフォンソ九世は、ティエラデカンポスを襲撃、ナバラ王三女七世、三女六世の子、母方の重慶も、ソリアトラリオハへ侵攻してカスティーリは、再度両国から挟み撃ちに行った。だが、アラゴン王ペドロ二世、アルフォンソ二世の子、 父方の重低の助けを得て、体制を立て直し、1196年に、アルフォンソ9世が、ケレスティヌス3世の怒りを改破門。1197年に、アルフォンソ8世の娘ベレンゲラとの結婚では僕して、法囲網が崩れると、同年に、アルフォンソ8世は、マンスールと10年の休戦を結び危きを脱した。休戦は、マンスールの息子、ムハンマドナーシルとも結ばれ、 1210年まで延長された。アルフォンソ9世とベレンゲラ夫妻は、ケレスティノス3世の後を継いだ教皇インロケンティウス3世から、近親を理由に結婚を認められず、1204年に離婚するが、二人の間に生まれた孫フェルナンド、後のフェルナンド3世は、レオンの後継者とされた。レオンとの関係を修復したアルフォンソ8世は、ナバラへの報復を計画。 ペドロ二世と組んで、ナバラへ進攻した。三女七世はなす術もなく、降伏。千二百年にアラバギプスコアビスカヤは、カステーリアが獲得、大西洋沿岸地域を手中に収めた。逆に海への出口を奪われたナバラは、内陸国となり、カステーリア優位の下で失速した。こうして、強国の地位を取り戻したアルフォンソ八世はしばらく、 軍事行動は控えたが、インドンティウス三世は、ムワヒヒド朝の対決に向け、キリスト教国の対立解消に、奔走、1209年までに、諸国間の阿睦を実現させ、イベリア半島へ十字軍遠征を呼びかけた。アルフォンソ八世も、教皇直所を望み、トレド大司教を通して、教皇と連絡を取り合った。1198年、イ君と歌われたマンスールが病死し、 アングのムハンマドナーシルが後を継ぐと、アルフォンソ8世は1210年から急戦を破り、再戦を開始した。1211年に、カスティーリャ軍がアンダルシアを襲撃すると、ムワヒヒド朝は、報復に出て、カラトラバ騎士団のサルバキエラ城、カルサーダでカラトラーバ近郊を陥落させた。アルフォンソ8世は救援できず、傍観、長男、フェルナンドの死など痛手をうも屈せず、 決戦に向けて、準備を進めていった。翌1212年、トレドに、ペドロ二2世、サンチョ7世ら、アラゴンナバラ軍、サンティアゴ騎士団とカラトラバ騎士団、インロケンティウス3世とトレド大司教の勧誘できた十字軍志願者らが、集結した。アルフォンソ9世は参戦と引き換えに領土を要求して、アルフォンソ8世に断られ、ポルトガル王アフォンソ2世との対立もあり両者は、 来なかったたた。が、下の騎士たちは参加したアルフォンソ八世は、混成軍を率いて6月に出発、セビリアから北上したナーシルのイスラム軍と7月16日に激突したラスナバスデトロサの戦い。イスラム軍は大軍だったが士気は低く、反対にキリスト教連合軍は士気が高いことが勝因となり、アルフォンソ八世はロドリゴやペドロ二世。 三丁七世と協力して、ナーシルに対象、戦後バイサとウベダを獲得、周囲の都市、ナバスデトロサ、ビルチェス、バーニョス、フェラールも奪い取り、ハエンを制圧、アンダルシアに迫った。連合軍に薬病が流行して間もなく、引き返すしかなかったが、キリスト教勢力は、グアディアナ川を越えてグアダルキビール川流域へ、戦線を南へ拡大、アルフォンソ八世は、この勝利で、 イスラム勢力に耐えるレコンキスタの優位を確立したのである。内政においてもコルテスを発足させ、1208年にパレンシアでスペイン初となる大学を建立しているパレンシア大学。しかし、まだ戦いは終わっていなかった。ムワヒド町の反撃が続いていたからである。ムワヒド町のハエンとグラナダ総督はハエン諸都市を奪還すべく兵を出し、 ビルチェス・バーニョスなどを攻撃、一部の隊は、タホ川を越えて略奪したが、いずれもカスティーリア軍に撃退されている。これに対し1213年、アルフォンソ8世は、ハエンの安全確保のため、ハエンの北にあり、グアディアナ川支流のハバロン川流域の、イスラム領都市に狙いを定め、奪取したカラトラバラ・ラヌエバとカステリアール・デ・サンティアゴは、それぞれ、カラトラバ騎士団とサンティアゴ騎士団に与えた。 東にも進出しても降伏させ、フェロを与えて、自治都市に定め、トレドへ戻り、周辺地域の平定をサンティアゴ騎士団に委ねた。1214年、天候不順でが死者が続出、トレドにも食料を不足の危機が生じイスラム軍に襲撃されたが、トレドを守るロドリゴが、食料供給と負傷者救護など、守備増強に尽力したおかげで、前線は保たれた。 アルフォンソ八世は、ムワヒド町と急戦、同年10月5日に亡くなった。58歳だった。死後、遺体は、ブルコスのサンタマリアデラスウエルガス王立修道院に埋葬された。王位は、抜死で、ベレンゲラの弟エンリケ一世が継いだが、幼い王の摂政をめぐる争いでカスティーリャは、レコンキスタができる状態ではなくなった。アルフォンソ八世の死と前後して、非 レオーノール、名誉ペドロ二世、旧敵、ナーシル、カストロも死去、どちらの陣営も軍事行動は中断され、キリスト教勢力はロドリゴラ聖職者と騎士団が、イスラム教勢力は各都市の総督が代わりに戦った。レコンキスタが本格化するのは、1217年のエンリケイス聖守護に後を継いだベレンゲラと続けて即位した息子フェルナンド三世への知性を、 迎えてかである。王妃は、イングランド国王ヘンリー二世とアリエノール・ダキテーヌの、次女、レオノール。二人の間に十二人の子が生まれ、四人の娘は、アラボン、レオン、ポルトガル、フランスへと継いだ。サン・ジョブランカは、フランス王ルイ九世の母であり、長女のベレンゲラは、カスティーリ王フェルナンド三世の母であるため、両王は共に、アルフォンス八世の孫で、 互いに、いとこの関係である。あとに、彦のアルフォンソ10世の記した、アルフォンソ10世年代記によれば、アルフォンソ8世は、ユダヤ人最小家札の娘、ラケルを愛称とし、トレドの王宮で7年間共に暮らし、国政も帰り見なかったという。ラケルは、霊人、ラフォルモーサと歌人に歌われた美女であったが、王の不在中、 不死ともどもユダヤ人別死の民衆により虐殺された。王がユダヤ人を徴用するのを危ぶんだ王妃レオノールと貴族たちが仕向けたと言われている。王は彼女の死を嘆いたが首謀者たちを処罰することができなかった。著名な貨幣学者のマイケル・ミッチナー氏の著作、イスラーム社会、1977年に英国の114ページには、 ムワヒド町のディルハム角型銀貨に告示したミラレス角型銀貨をアルフォンソ8世が発行たことが記載されている。この銀貨は対アラブ社会との貿易用貨幣として発行された。名文内容はディルハム角型銀貨と同様であるが、流霊なアラブ書道での名文に比較して、流霊とは言いが対書体での名文であり、アラブ社会からは受け取りをあまり好まれなかったとされる。 ミラレス角型銀貨の発行は後にローマ教皇により禁止された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。